ギオーム・ロンドレット・ギオーム・ロンドレは16世紀のフランスの解剖学者、博物学者である。モンペリエで生まれた。父親は薬剤師と雑貨商を兼ねる薬屋であった。子供時代に両親を亡くし年長の兄や姉に育てられた。モンペリエで学んだ後、パリに出てソルボンヌに入学した。モンペリエに戻り、モンペリエ大学の医学部の学生係を務めながら、 医学を学んだ。この時期の友人に、ガルガンチュアとパンタグリュエルを書いた医師のフランソワ・ラブレーがおり、その小説の中で、ロンドレは、ロンデビリスの名前で描かれている。モンペリエで医学の学位を得た後、原木リューズ県のペルチュイに移り、地元の子供を教えて生活しようとしたが、うまくいかず、パリに戻り、ギリシャ語と解剖学を学んだ。しばらく、 オーベルニュのマラングで医師を開業した後、1537年にモンペリエに戻った。モンペリエで博士号を取り、結婚し妻の家で7年間暮らした。医師の仕事は、うまくいわず財産の管理も下手で、自分の死んだ息子の死んだ原因を調べるために、解剖を行ったことで、モンペリエの市民の怒りを買った。 1539年に医学部の教授となったが、モンペリエの薬病の流行によって、1543年に生徒は3人しかいなくなっていた。数奇王、フランソワの寺位になり、支援を受けることによりロンデルの財政状態は改善し、モンペリエの司教、業務ペルシエの援助も受けた。数奇鏡、フランソワと共に、ベルギーやイタリアを訪れ、1549年には3ヶ月、 ローマに滞在した。イタリアの旅行では手紙で付き合っていたイタリアの学者ルカギーニラと会い、海岸での博物学採集を行うことができた。モンペリエ大学で医学のリージェスプロフェッサーに昇進し、1551年に故郷に戻り、海洋生物に関する隊長、ディーブリーデピセバスマリーニツインクイバスベリーピスキーム、エフアゲス・イクスプレシーンとの執筆を開始した。 二年を費やされた著書は、アリストテレス的な目的論の思想に基づくものであったが、多くの生物の解剖図が論じられた。海水魚と淡水魚の解剖学的比較を行い、ウニのような無脊椎動物の解剖、1556年に出版され、教科書として広く使われ、1558年にはフランス語、訳された。教師としての評価も高まり、1556年には、 モンペリエ大学の学長に選ばれた。ロンデルの教えを受けた学者には、カロルス・クルシウス、マティアス・デ・ロベル、ピエール・ペーナ、ジャック・ダ・レ・シャンプ、ジャンボワン、フェリックス・プラッターラがいる。学長時代に、各国から学生を集め、王室からの資金を受けて、解剖を行いながら、講義を行う解剖劇場を設立した。ロンドレの時代には、フランス国内で、 宗教的対立が高まり、1562年にフランスで宗教戦争が勃発した。学生の多くはプロテスタントに同情的であり、フランスで学ぶことはできなくなった。パトロンの一人の業務ペルシエは、新教側につき投獄された。ロンドレ自身が新教に改修したかどうかは明らかでない。1566年に引退し、同年に没した。ロンドレットは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ギオーム・ロンドレを示すのに使われる。ホークス、エリソン・ボールガー、ジョージ・サイモンズ、パイオニアーズ・オブ・プラント・スタディー、ザ・シェルドン・プレス・ハット・ビュー・モンペリエ、ラジストラ・ s 十九ホリオ・百五ベルソ・ハット・パバード、アンナ・ザ・ネーミング・オブ・ネームズ・ザ・サーチ・ホー、オーダー・イン・ザ・ワールド・オブ・プランツ、ブルームズ・ベリー・パブリッシング・ USA、 トレバー・ローパー、ヒューレット・ウィルド・ヨーロッパ、エス・フィジシャン、ザベアリアス・ライフ・オブ・サー、テオドール・デ・メヤーン、イェール・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。